はい、こんにちは。さあ、本日はパッキャオの話ということで、お前はパッキャオリアルタイムでは知らないよね。メイウェザーあたりのさ、まあ、人気者のパッキャオは知ってるけど、あの快進撃は見てない。リアルタイムだよね。そう、まあでもちょうどさ、この間寺尾慎さんの話を聞いたね、パッキャオとやってる唯一の日本人、はい、だからちょうどあの時寺尾さんとやった次の試合で世界チャンピオンになってんだよ。でチャチャイっていう選手にタイで勝って、でその時の階級がフライ級 50.8kg で、そのチャチャイっていうのはユーリ・アルバチャコフに勝って世界チャンピオンになった選手。あ、そうなん。それを敵地タイに乗り込んでノックアウトしてるわけ。もうすごい、やっぱパッキャオよくフライ級の選手がこのねスーパーウェルター級までって言うけれども、まあでもフライ級としてはやっぱでかすぎる。二回りぐらいでかいもんだから。もうでやっぱり、でもあの今のパッキャオの片鱗はあるわけだよ。自分より二回りでかいパッキャオだよ。あの俺らの見てるパッキャオって基本的に小さいじゃん、小兵だからね。そうそうそう、それで機動力でさ、うん、あの相手をメタ打ちにしていくでしょ。小さい選手が、自分より大きい選手が機動力使ってメタメタにしていくんだよ。確かにやばい。やばい。ただこれ軽量失敗するんで、チャンピオンになったけど。で、タイトル剥奪されて負けんの。なんか、もともと、なんだっけ、もうほんとストリートチルドレンバリの選手らしいよね。だったでしょ、うんうん、みたいだったね。それで体重なかったのかね。いや、だから、そういうのもあるんじゃない、やっぱり満足に飯が食えない。わかんないけど。それはわかんないんだけど、うん。で、まあそっからだよ。でもパッキャオのストーリーっていうのはね、アメリカに渡るっていう。で、アメリカに渡ってフレディ・ローチと組んで、そっからじゃん。別にフライ級ぐらいの階級の選手はさ、アメリカ行ってアメリカンドリーム使おうって発想がわからない。でも本当だから最初日本だったんでしょ。あ、なんか築地で働いてた情報ね。でそのリーロ・レジャバっていうジュニアフェザー級の選手かな、その選手がの対戦相手が2週間前に怪我したんだよ、うん、でこの選手はその階級で当時一番強いって言われてた選手、うん、で相手が2週間前に怪我したと、防衛戦の予定の。でも誰だと、誰かやってくれる代打いないかって言った時に手を挙げたのがパッキャオだったんだよ。フライからスーパーバンタムってことで。そう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 。でそれを食っちゃって、で世界2階級制覇して、でマルカ・アントニオ・バレラとの試合でそれで勝っちゃったわけじゃん。だからそっからだよね、とそのそんなボクシングなんて言うんだろう、俺らが知るっていうかさ、うんうん、あ、バレラにフィリピン人が勝ったっていうところから快進撃がもう始まってんだけど、それがだからちょうど2001年、2003年から2008年までのこの5年間の間にエリック・モラレス、マルコ・アントニオ・バレラ、してファン・マヌエル・マルケス、このメキシコのホーイモを全員撃墜してるわけ。結局あれなのかね、やっぱボクシング人気ってメキシコ人に支えられてるみたいなことなのかね。あ、でもそれはそうじゃないの、ヒスパニック系って言われるよね。だからアメリカ人とヒスパニック系を、で特にあのメキシコ、ヒスパニック、あのメキシコの人とかもそうなんだけど、例えばだけどカネロとゴロフキンがやった時さ、1試合目って引き分けだったんだよ。でも誰がどう見てもゴロフキンが勝つ試合、議論呼ぶ判定って、まあ議論呼ぶ判定ってたくさんあるんだけど、うん、でも会場にいる9割の人は多分カネロの応援なんだよ。でも引き分けのコールが出た瞬間ブーイング、会場はブーイングで、カネロがインタビューでいや俺が勝ったって言った瞬間大ブーイング、それぐらいそのなんて言うんだろう、まあ、当然応援はね自分の国の人を応援するけど、やっぱりなんて言うんだろう、いい試合をしてくれた、その見方がちょっと違うよね。純粋に本当に試合中からあのこっちの選手を応援するっていうのはあるよ、うん、相手がたとえ敵でも、例えばこうそのハートがあったりとか、うん、戦い方で戦い方が良かったら、うんうん、だそこでヒスパニックのファンをつけたんだと思う、パッキャオは。しかもこの3人って当時のマルコ・アントニオ・バレラっていうのはあれですよ、なんて言ったってナジム・ハメド、うん、ナジム・ハメドがすごかったじゃん快進撃が、うん、そのナジム・ハメドを止めたのが、まあ、やっぱりボクシング本場のマルコ・アントニオ・バレラなわけじゃん。でそのバレラと激闘をやってたのがエリック・モラレスわけで、でまあそこに、まあ、ちょっと無冠の帝王の時代がなかったけど長かったけどファン・マヌエル・マルケスっていう選手がいてさ、これこの3人を食っちゃうんだから、だからメキシコでもめちゃくちゃ人気あったんだよ、このエリック・モラレスとマルコ・アントニオ・バレラ特に、うん、でこの全員を食っちゃったっていうのはこの5年間の間にここのファン層を取り込んだんだと思う。でまたフィリピンからの移民の人も多いじゃんアメリカは、だからそこで出来上がったと思うんだけど、まあそもそもさ、その日本人とかがさ、まあ、井上尚弥選手とかもそうだけど、まあアメリカに進出する時ってさ何が必要なのかね。
じゃあ実力があってアメリカンドリームをつかむぞって言ってアメリカに乗り込んだってつかめるもんじゃないんだよ。何も自分のバックボーンがない人間は。でそれなんかアメリカって自由の国だからそういうチャンスがあるんじゃないかっていうようなことイメージ、ね、いうふうにイメージあるらしいけど、うん、全然実際はそんなことないっていうふうに言ってた。その横のつながりとかそれも最も人脈とか最も大事だってあの国で成り上がるにはそんなのない人間は一切もう上がれないって言ってた。バックパック一つで成り上がる成り上がるみたいな、もう絶対無理だと。で日本のトップ選手、例えば野球で言ったらさ、日本の選手が大あのメジャーリーグと契約すると、で例えばメジャーリーグからしてみればどういうメリットがあるのかって言ったら、まあその選手が来ることによって、まあ、日本人のお客さんが来るとか、例えばグッズが売れるとかね、まあそういうのがやっぱり大きな収益になると。例えばだけどあのドジャースの野茂英雄、はいはい、トルネード俺だってグッズ買ってたもんね、うん、野茂英雄グッズ1年間の売り上げは野茂英雄の年俸以上だったらしいから、あれフィーバーになってたからね、当時アメリカでもね。ああトルネードが、そう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 、やっぱあんな投げ方する人いないじゃん。でやっぱなんて言ったってその次が日本から日本企業からのやっぱ広告だって。で何がすごいって、松井秀喜がヤンキースに入った時に、ヤンキース入団が決まった直後にヤンキースと読売で合弁会社日本に作ったなんて、うん、東京に作ったなんて。でそっから要するにあのヤンキースタジアムの広告販売、うん、で全部埋まったなんて速攻。でその企業がもう読売新聞、小松、味の素、富士フィルム、ニコンとか全部決まったと。で7年ぐらいヤンキースやつでエンゼルスに移籍したんだよ。知ってる？松井秀喜って、うん、でしかもその前の年のワールドシリーズで MVP になってんの。ワールドシリーズで MVP、 日本人初で、ワールドシリーズも優勝してね当然。ただ結局ヤンキースとの契約が終わっちゃってエンゼルスに移籍したらその広告企業も全部移籍したんだって。でエンゼルスは松井秀喜が来たことによって新たに10社と契約したって、うん、日本の企業と。だからそうやってその日本のなんて言うんだろう、やっぱりスター選手が来ることによってその球団からしてみれば広告費も取れると、あと放映料も取れるじゃん。だからそういうやっぱメリット、その選手のパフォーマンスしてるだけじゃなくて商業的な利益もどういうふうに商業的に価値を見るわけじゃん、その選手に。パフォーマンスだけじゃなくて、だから向こうから、まあ、選手とスポンサーセットで仕入れてるみたいな感覚ってことだよね。もちろんパフォーマンスがあってのものだけどね、うん、それはそうだと思う。ただプラスアルファっていうのは、まあ、それはお金の話だからね、当然そこは組まれると思う。でもスポーツ選手って半分そういう、まあ、広告になってるわけじゃん。大坂なおみが女子会1位だっけ、スポーツ少女番付1位だっけ、うん、あれだってテニスの賞金の多分10倍ぐらいスポンサー費だって。要するにスポンサーなんだよ、広告の媒体になってるわけじゃん選手が。でそういうのでそういうのがあってアメリカに乗り込む。だからナジーム・ハメドもそれはあったらしい。アメリカで試合するときに中東マネーがバックにあってナジーム・ハメドがアメリカに進出してきたと、そういう背景はあるんだって。ただパッキオだけはそれはないと思う。だからパッキョは本当にここに来てこのメキシコの3人と戦ってヒスパニック系のファンとアメリカのファンをつけてでペーパービューファイターになったんだよ。そのメイウェザーの時もそうだけどさ、なんかペーパービューファイターとそのさっき言ったさ、そのスポンサーでお金集めるって全くマネタイズの方式が違うよね。うん、だボクシングはボクシングのトップで何十億って稼ぐ選手たちは全員ペーパービューで、そのだからアメリカの選手って別にトランクスペタ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 スポンサー貼ってないでしょ。みんな結構シンプルなトランクスでね、本当に自分のデザインだよね。それは何でかってもう昔からそういうボクシングの慣習なんだって。2008年の6月に1階級上げるわけ、またライト級に上げる。でデビッド・ディアスに勝つと。でライト級も制覇すると。その2008年の6ヶ月後12月にデラオヤとやるんだよ。わかる？その前までスーパーペゼクでやってたの。はいはい。で、1階級上げたわけよ。で、その6ヶ月後にスーパーウェルター級のデラホヤと試合するんだよ。普通に考えたらクソカードだよね。だから、まあ当時は正直もう本当にがっかりする、うん、なんでこんなのやるのっていうような感じ。いくら人気があるとはいえみたいなね。で、その当時のデラホヤってあのメイウェザーに負けた後だよ、うん、メイウェザーに負けた試合っていうのがあれがスーパーウェルター級タイトルマッチなんだけど、あれも 2-1 なんだよ。
圧倒的に別にデラウェア負けたわけじゃない。でデラウェア勝ったという声もあるぐらいなんだ、うん、その試合をした選手が、まあ、スーパーウェルター級でね、でウェルター級に1階級落としてライト級のチャンピオンのパッキャオとやるっていう話で、まあご存知の通りこれをメタメタにして勝っちゃうわけで、メタメタにするわけではっきり言って、うん、で翌年にスーパーライト級のリッキー・ハットン、うん、でその次の試合でウェルター級のミゲル・コットを倒すと。でその翌年スーパーウェルター級でアントニオ・マルガリートを蜂の巣にするわけ、はい、でこうやって考えるとすげえなってなるけど、じゃあ今の選手で置き換えたら、例えばライト級のテオフィモ・ロペスがスーパーウェルター級のチャーロをメタメタにするんだよ、はい、でその次の試合でスーパーライト級のジョシュ・テイラーを2ラウンドで沈めるわけでその次の試合でウェルター級のスペンスが後半逃げ回ってレフェリーが見かねて止めるわけで、うん、これ現実的にないじゃん。だってこんなことありえないよな。でもそれをやってんだよ。もうね、強欲だよこれ。で今のスポだってロマチェンコとかもそうじゃん。自分ライト級だと、自分の体格ライト級って分かってると。だからライト級でまあデフィム・ロパスに負けるつもりじゃなかったんだけど、うん、今後はスーパーフェザー級に落とすって言ってたわけだよ、はい、みんなそういうもんじゃん、うん、あの金積まれるからってさ行くわけじゃないじゃん、うん、その自分のさ、なんつうの、適正階級ってのはやっぱり頭にあると。でやっぱりアスリートじゃん、あくまで。でもさ、もう本当にもうパッキャオ、これもうこれ強欲以外の何者でもなくない。もうこんだけ払うからね、ライト級のチャンピオンだけどスーパーウェルター級のデラフェアでやれって言ったら、おーやるって言うんだよ。おかしいじゃんこんなの。まあ確かにな、おかしいんだって。でこれ GA もみんなおかしいんだよ。だからもうこれは本当におかしいな人だと思う。周りもね、周りも全員だよ。試合組む方は別に面白いからいいんだろうけど、陣営だってさ、それ本人だっておおやるやるってならねえから。普通誰がなってる今の。じゃあまあなんかデイビスはなんか同じようなことやるかもしれないけど、やりそうな雰囲気あるけど、やらないね、メイウェザーがバックにいるから。だって電話来てもさ、そんな話断るもんね本人には伝えもしない、伝えもしない。でこれがパッキャの凄さだと思う。でもこれって例えばそのスーパーフェザーのやつがさ、スーパーウェルター級とかウェルター級の体格のやつにさ、まあ、普通に試合してボコボコして勝つってさ、うん、どれぐらい実力差あったらできるの。例えば日本に置き換えたら、例えば日本チャンピオンが4回戦相手だったらそれぐらいできるとかさ、まあ、まあそれはできるだろうね、うん、で日本のスーパーフェザー級だからサカ選手ね、うん、ウェルター級の4回戦ぐらいだったらボコボコにできるんじゃないのみたいな。まあまあそうだろうね、うん、でそれぐらい技量差がないと成り立たないんだ。技量差っていうわけなのかな、何なのかな。でそんなに技量差があるってわけでもないと思うし、別にミゲル・コットとパッキャオ、うん、てかもうあそこまで行った選手ってそんな差あるのって感じだしね。うん、そうそうそう、そんな差はあるわけじゃないじゃん別に、うん、まあスタイル、そう、あのね、技量差じゃないんだって。だから、うん、もうこれは今話をしてて、この技術的な話をこの間もしてたじゃん、古武術がどうとかなんだ、それは技量の話をしてるんだけど、まあ、でも技量じゃないんだよってことがこのパッキャオの例見て思わない。もうやっぱり狂ってるやつは勝つんだよ。この舞台にまず上がるっていう時点っておかしいじゃん。もう狂気だよはっきり言って。でちょっとコットの試合も昨日も見てみたけどさ、でもう去年まで下手すりゃスーパーウェザー級の選手がウェルター級の選手がこうやって打ってきてる瞬間に合わせたりしてるわけだよ、うん、でもうさ、その技術とかの問題じゃなくて、それをやれるそのメンタルっていうのか。そうだよ、まあそういう風に言ったらそうだけど、ミゲル・コッターはもう12ラウンドでもう無理だって言ったらしいんで、でもトレーナーが無理やりやらしいって、もうあと3分だって、今まで最高の相手だって、今まで最もう俺の負けだっつって棄権したがってたのに、お前ウェルター級のチャンピオンだろうっつって一発当てたらひっくり返せるっつって、でやらしてまたボソコリボコボコにされるこんなやつとリングで相対してアスリートが勝てる？アスリートじゃないから、もうパッキャオアスリートじゃないじゃんこんなの。例えばその例えば拳銃を向けられてさ、うん、その例えばじゃあ指の動きを察知してカウンターでぶん殴ってやろうみたいなさ、うん、それ技量だよね。そう、うん、でもさ、それって別にビビってない、うん、ビビってたら無理じゃん。それぐらいの、なんつうの、拳銃でも、相手が拳銃持ってもビビんないみたいなメンタルだったら可能なの？だから、そういうものを持ってる選手じゃなきゃ無理だよね、と思う。拳銃向けられてもキャラキャラ笑ってられるような選手じゃなきゃ、あの、
まあ、このレベルはね、またちょっとそう。でも実際本当にリングに上がれる選手っていうのはそういうものだと思う。その技術的に解説することは、解説できない部分っていうのがそこの、そういうところだと思う。でもちょっとボクシングやってみて分かるでしょ。まあね。ちょっと。うん、だからネクストパッキャーなんてないと思う。井上尚弥が、まあ、とりあえず次の人パパってネリをぶっ倒して、うん、次誰だ階級差で言った階級差で言ったら誰なんだあれか。ジョシュ・テイラーとかじゃないんだ。いや、ジョシュ・テイラーまで行く。ジョシュ・テイラーまで行く。まあ、でも、ライト級のロマチェンコとかっていうのがそういう話になるよね。うん、当然ね。ただ、またパッキャオが恵まれてたのが、その中でリッキー・ハットンっていうのもとてつもないファンコミュニティを持ってた選手、イギリスで。まあ、イギリスはイギリスでも独立してるよね。イギリスのボクシングっていうのは、またイギリスのボクシングであるからね。で、要するに、運万人っていうのは自分一人で埋める選手で、ね。で、かたやミゲルコット、もう東海岸で人気者じゃん。で、そこで食っていった選手が、全員、要するに殿堂入りの選手たちなんで。はいはいはい。一人で数万人集められる選手。で、ボクシングの歴史に名前を残す選手。リッキー・ハットンも、コットンも。で、なんて言ったってオスカー・デラホヤだし。その前にメキシコの3人もそうだし。で、まあ、最後は石膏男だけど。まあ、成敗したって感じだけど。